第5代、バクルー公爵及び第7代クイーンズベリー公爵、ウォルター・フランシス・モンタギューダ・ダグラス・スコットは、イギリスの貴族、政治家。ガーター・勲章勲ョウ・爵士、アザミ・勲章勲ョウ・クン爵士、数密顧問官。保守党に所属し、サー・ロバート・ピールの下で、王子召書や、数密院議長を務めた。ダルキース・伯爵、チャールズ・モンタギュー・スコットの次男として、 スコットランドミッドロージアン州ダルキースのダルキースハウスで生まれる。母親のハリエット・キャサリンは内務大臣や商務大臣などを歴任した初代シドニー主爵トマスタ・タウンゼンドの娘。1808年に兄のスコット卿ジョージ・ヘンリー・スコットが死去したため公爵くらいの法廷推定相続人となる。1819年に父親の死去により13歳で就職。 1822年に行われたジョージ4世のスコットランド行行の際には国王をダルギースハウスに招いた。20年後、1842年のビクトリア女王のスコットランド行行においても女王夫妻はダルギースハウスを訪問した。また1838年にロイヤルカンパニー呼ぶアーチャーズの総司令官に任じられた。イートンカレッジを経て、 ケンブリッジ大学セントジョンズカレッジで学び、1827年に修士号を取得。1834年に、オックスフォード大学から名誉民法学博士号を、1842年に、ケンブリッジ大学から名誉法学博士号を、1874年に、総長を務めていたエディンバラ大学から同じく名誉法学博士号を授与された。 1833年には王立教会フェローに選出された。1828年にミッドロージアンの投函に任じられ、1841年からロック素晴らしー投函も兼ねた。1830年にアザミ勲章を受訓するが、1835年にガーター勲章を受訓した時にアザミ勲章騎士団からは退団している。1842年に 王子証書として入閣、同時に数密顧問館に列せられる。1846年に数密院議長に転任。1835年から1842年にかけて、バクルーは50万ポンド以上の資材を投入して、エディンバラのフォースワンに面したグラントン地区に港を建設した。これによってグラントンは石炭の輸出とアフリカ羽ネガヤの輸入で大きく発展した。 1884年4月16日、スコットランドセルカークシャー集合ーーヒルで死去し、ミッドロージアン州ダルキースの生命あり礼拝堂に葬られた。爵位は、長男のダルキース伯爵、ウィリアム・モンタギュー・ダグラス・スコットが相続した。妻は、第二代、バース公爵トマス・シンの娘、シャーロット・アンで、1829年8月13日に、 ロンドンの成城寺教会で結婚した。シャーロットは助官長となった。彼女との間に以下の子供を設けた。ありがとうございます。